手段を選んでる場合じゃないんだ。ですからとてもお許し。楽しそうね。ニーナ様、あの順応って説明を。いいのよ小鳥。コロニーサーティと秘術コーうん、続けて。気が進まないのはわかります。ですが命の日時計から解放されケベスとアグヌスのかこの技術交流挑戦するべきです。何かあったのかコロニーサーティと。以前に一度だけ乾杯でした。後にも先にもニーナ様があれほど読み違えたことはありません。それ以来頭痛がするほ。誰が誰を苦手ですって。いいじゃない技術交流。本当ですか。ニーナ様、ケベス随一の技術力を持つコロニーサーティン、本当にこれっぽっちも。やっぱり気にしてる。小鳥、すぐに通信を。了解です。ガクは現地で合流。必ず結果を出せるわね。もちろんです。すぐ出立します。確かに腕はいいがルディだぜ。例えば今コロニー深刻な水不足が起きているって聞いたら。ああ、そりゃ水源が干上がる。外れ。正解はコロニーの大掃除。はあ、そんなのありかよ。残念ながらね。なんていうかルディらしいね。ノポンが多いせいもあるだろう。彼らは独自のルールで生きて。そういうこと。だからこそふと相手を知り備えることは戦いの基本よ。ニーナにとってコロニーサーティは今も敵。味方は関係ないわ。隙を見せた方が負けると。信頼しないことが。何が言いたいの。傷つかないために先に傷ついておくというのは合理的。見解の相違ね。それぞれにいろんな考え方がある。そうだ、よかったらその技術ルディのことも紹介できると思うんだ。そうね、確かにあなたたちがいた方が向こう頼りにさせてもらおうかしら。名前確かに覚えたよ。これはあなたの反応も含めてね。いらっしゃい。待って。よ、調子どうだ。まあまあかな。先輩、マナナ、ルディさん。お前ほん。お久しぶりね。ありがとう。コロニーイオタの軍務長だよ。ね。ああ、君がシーナ。連絡ありがとう。ニーナよ。覚えていただけると嬉しいわ。ニーナ、よろしくね。僕はコロニーサーティの軍務長。技術交流なんて初めてだ。私はあまり嬉しくないわ。おいおい。そうなの？レウニスは嫌い？ええ。特にあなたのところは。そっか。ごめんね。そしたら今日、好きになって帰ってくれると嬉しい。おめでたい軍務長ね。少しは警戒したら？どうして？戦う理由もないのに。そう思ってるのはあなただけかもしれないわ。そんなことないよ。そしたら信頼してるのね。ニーナもでしょ？え、もちろん。それじゃ案内するね。ちょっと仲間に隠し事はしないよ。ドルークを作ってるせいでデュテル不足か。ルディたちが知っているか。
ごいな。働いてるわけじゃないよ。眠い日は寝てるし、お腹が。それにしては忙しそう。何を作っているの？あのね、前から耐久性、整備性、容易性の3つを軸に、もっとコンパクトで、っていうか、そもそもうちが整備するって前提の作りに時間もパーツもいっぱい必要になるし、整備の手間も。落ち着きましょう。あんた面白いな。新型の。ありがとう。そうだ、君も一緒にやら。ピカッと。今話した新型ピカッと。いいですね。私もガク。つまり実用化の近い機体はある？あるよ。最仲良く紹介するよ。何体レウニスがいるの？仲良くって何？あまり深く考えない方がいい。相手はあのルディだぞ。ドルークを作ってるせいでエーテル不足か。ルディたちらしいというか。あっ、いっこいつ。待って待って、コパンは友達だよ。コパン。この子の名前。どこで拾ってきた？近くを歩いてた。そりゃケーラはしてるだろう。だからって連れてくるか。ケベスを敵とみなしてない。いや、ケベスとアグヌスの識別自体してないのか。なぜだ、命令系統に異常が。異常なんかないよ。あなた、アグヌスの技術にも精通しているの？まさか。わかんないことだらけだよ。だ、まずアグヌスの自律型レウニスがどうやって自立しているか、この仕組みを解析できればこっちから何かを伝えることも。で、いろいろ考えたんだけど、敵とか味方とか識別するからややこ。待ってくれ、つまり制御できたのか？そこまでの精度じゃないけど今のところね。なんてことだ。これがもし実用化したら。ああ、今までのルールがひっくり返る。ルディ、コパンには何をさせている？資材の運搬と廃棄だよ。試運転中だし。担当区画はピカッとだけど。はっきり聞いたら、兵器として利用するつもりがあるのか？とんでもないよ、そんなことさせない。戦うためじゃないんだ。仲良くしたくて友達になったんだ。だったら当てが外れたわね。お友達はそう思ってないみたい。コパン、なんで？死の子の言わず構えなさい。俺が引きつける。ノアに負けてられないね。コパン、これではっきりしたわね。コロニーサーティの中に無断で資材を横領して。横領？何の話？コレペディアカードを見て。あなたが構想している新型レウニスは耐久性、一方コパンが集めていたのはウツロイラピスとベノリウム、脆い石と希少な金属だった。これを。本当だ、僕がお願いしたのと。でもなんでニーナがうちのコレペディアカードを？俺が教えたんだ、何か役に立つかと思って。それはそうと、相手に心当たりはないのか？全然ないよ。何かの手違いじゃないのかな。いや、
コパンは敵意を持って僕たちを襲った。ルディではない何者かのコントロール下にあったという。一体何の目的で。毒を作るためじゃないかしら。毒？ええ、どちらの物質にも味や匂いがないのが特徴。やけに詳しいな。うちの執政官様の趣味でね。色それ飲むとどうなる。濃度によるでしょうけど、めまい、しびれ、吐き。もういい。よかった、なんとかログを解析すればどこから来たか分かると。僕なら大丈夫。今すまない、君の友達を利用して。まだごっこだったみたいだけど、でもそんな風に思ってくれてありがとう。ホント好き。ニーナはずっと悲しそうだな。え、何か理由があるの？俺たちじゃ力になれないか。慣れてるわよ、だから困ってるんじゃ。ニーナ、何でもないわ、心配しないで。解析完了、いつでも展開できます。お疲れ様。あなた、軍務長、学のことを頼めるかしら。え、僕もみんなと。他にもコパンのような機体がいるかもしれない。判別できるのは君だけだ。ここは二手に分かれよう。そっか、今回はコロニーに残るよ。コパンのボスによろしくね。あなたはこの一件をどう見てる？おおむね君と同じだろう。この手の込み方、まだ何か裏がある。俺たちでも登れそうだぞ。気をつけて登ろう。
地面から出てきたと思ったら何か落としたな。よっ、こんなに貴重なものが手に入るとは。少し顔色が悪くないか。何でもないわ。ちょっと昔を思い出しただけ。ログはここで終わってる。周辺を調べてみよう。いや、待ってくれ。この先は。こんな古典的な策に引っかかるとは。ウロボロスも恐るるに足らず。あのバカ笑い、ルディンとこの死生観か。生きてたんだ。勝手に殺されては困ります。おかげさまでこの通り。はい、まだ喋ってるだろ。ごめんなさい、興味がないの。こんな古臭い戦術、私が騙されると思って。いいえ、あんた卑怯だからさ、退路を確保するって思ったよ。あら、少しは知恵が回る。体がしびれてる。そっちのレウニスは特別性。ああ、致死毒ではないのでご安心を。水源に撒くためのものでして。狙いはコロニーサーティ。どこだっていいですよ。重要なのは水を奪い合うゲームが起きること。最低ですが、あんたがいるならもっと別の遊びができますね。あんたの仲間殺しを再現し、あんた自身を殺すってゲームがねえ。仲間殺し。戦死するよう仕向けてね。しかも共謀者には隊長職をあてがって口封じ。今も仲良し殺しというわけですよ。ニーナ、全て事実よ。後悔なんかない。味方も資源も食いつぶし、古臭い戦術にこだわ
スの横暴を許せばイオタは間違いなく滅んでた。いつめ首をかかれるか分かったもんじゃないですね。仲間を信頼できない、いや信頼されないのも納得です。そうだから信じてほしいとは言わない。
背中ガラキン離して出ないとノアがニーナ言ってくれただろう頼りにしてるってだったなそうねおい無茶すんじゃね死んじまうかと思っただろ信じてたからはあその根拠はそんなの考えてるお前なもうヒヤヒヤさせないでどうして死ぬかもしれなかったのにだがあれがノアのやり方そんな隙だらけでどう生き残るっていうだから僕たちは手を取り合まだうまく言えないがこういうありかそれがあなたの戦略信頼できないかだったらとっくに見限ってるありがとう信じてくれてお互い様だルディのところへ戻ろうみんな、お、連絡もらってびっくりし、迷惑かけて気にしないで学もいろいろ学べニーナ様、その話のここに残りたいどうしてノポンたちが見てるねえ、学とここのメカニックニーナ様お互い刺激を受けることがいいいね、楽しそうニーナ様なんかっていえオッケーだってよかったこれからは仲良くやりましょう何言ってるのそうねガク行こうえ今これで一件落着そのことだけどキューの言ってたことは誰にも言わない今さら軍法会議にかけようもねえしなとはいえやり方を肯定するそうね次に同じこと犠牲の少ない方法を一緒に考えるから頼もしいわねそう思うならこれからも仲間なんだからさあっ、うん、ありがとううんこちらこそ今のは助けてもらったお礼まだ言えてなかったからそんなのいいのにそれじゃあ私もニーナってもっとお案外かわいいとこもあるえ何仲良くしたいなって思って打ち解けられてないの関係が変わったみたいだ